立ち技打撃格闘技、ライズファイトクラブが16日、新宿フェイスで開催された。第5試合では、元プロ野球、西武の相内誠、K26 と、元 J リーガーの安彦孝、誠、エグゼクティブファイト武士道が対戦し、安彦が1ラウンド後勝利を収めた。相内選手の試合前のトークは、パフォーマンス的な要素が大きいんだろうけど、実際あんまり練習してないんだろうね。体を見ればすぐわかる。今まで体格と身体能力でなんとかなってきちゃったんだろうね。格闘技、そしてこの試合にかける気持ちがそのまま勝敗を決めたと思う。格闘技に人生をかけている、たくさんの修羅場をくぐってきたおじさんが、格闘技を舐めていた若造を越した。俺は、年齢的におじさん側だから、勝って嬉しかったし、もっと上を目指してほしい。たくさんの勇気をもらいました。ありがとうございます。1R 左右に動く安彦は、左ローから、いきなりパンチの連打で襲いかかるが、相内はクリンチで逃れる。離れると、得意の右を繰り出す相内の口に、安彦の指が入り一時中断。再開すると、前に出る相内が右ストレートで攻勢に出たかと思われたが、体を入れ替えた安彦が、右フックでダウンを奪う。立ち上がった、相内だったが揉み合うと、安彦の左膝蹴りをボディにもらい、相内がうずくまってダウン。マウスピースを吐き出したため、レフェリーがストップした。安彦は、試合後、対戦した相内について、彼も彼なりのパフォーマンスでこの大会を盛り上げようとしたと思うんです。なので僕も、思いっきりぶつかって、思いっきり倒そうと思った結果、こうなりましたと振り返った。その後、僕には伝えたい思いがあります。何かで勇気を出せない人、何かで困っている人に一歩踏み出そうと。何事も始めるに遅いことはないので、一歩踏み出したら、何か変わると思いますと語り、そんなチャンスをくれたライズに感謝しています。そしてこのリング、相内選手にも感謝して、コロナ禍でも来てくださった皆さんに本当に、感謝しています。ありがとうございます。と喜びを爆発させた。プロサッカー選手になり、格闘家にもなった、激レアさん。努力で、夢が叶う場合もあるということを体現した人。レベルが、どうこういう人がいる人もいるだろうけど、有言実行は、すごいと思う。安彦は19歳の時、ブラジルで、プロ契約したが怪我で断念。その後、サッカーを離れたが、39歳で全部仕事を辞めて、夢の J リーガーを目指すと、19年41歳で、YSCC 横浜に、所属。年俸120円で契約し、4月に J リーガーとして、試合にデビュー。しかし出番も少なく20年12月の試合を最後に J リーグを引退した。ライジンを目指し格闘家を目指すと宣言していた。相内、対戦カード発表記者会見で散々安彦選手に舐めたこと言っといて、いくらキャラ設定だったとしてもダサすぎるよ。さすがに。そして安彦選手、かっこよすぎます。ファンが叫んだ。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。Like して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。